はい、久しぶりに多肉が届きました。ちょっとインスタでも言ったんだけど忘れてました。皆さんこんにちは。365日多肉生活の翔子です。いつもご視聴いただきまして本当にありがとうございます。今日の動画は久しぶりに購入多肉紹介です。10月の初めに購入した多肉が今日届きました。届いたのはレオレオオレオさんの秋だ多肉の季節がやってきたセットです。多肉の通販って購入から到着するまで時間がかかったりするのですっかり忘れてしまったりしますよね。自分で購入したのにサプライズなプレゼントのようです。いつものようにおしゃべりをしながら開封していきたいと思います。このチャンネルは様々な多肉のご紹介やお世話をしたり増やしたり寄せ植え作りなどを通して多肉の魅力を一緒に楽しんでいくチャンネルです。初めてこのチャンネルをご覧になる方やチャンネル登録がまだな方は登録をお願いします。最後までよろしくお願いします。なんか宅急便屋さんから時間指定の確認のメールが来てて、なんだろうと全然記憶になくて、なんか間違いかなこれはと思ったんだけど、一応念のためにウェブページに行って購入履歴を見たら買ってたみたいです。で、それが今日今さっき届きました。じゃじゃーん、こんな感じ。アロマティカス、あ、いい匂い。もう超サプライズだよね。嬉しいね。秋だ楽しい多肉の季節がやってきたセット2セットお願いしたみたいです。もう冬だけどこんな感じ。じゃじゃん。お、あ、あ、おお一個一個見ていきます。多分持ってない子ばっかりかもしれない。嬉しい。あ、一個持ってる。でもいい、いい。嬉しい。ブラックエンジェル、さっきね今日届くんだなと思ってレオレオオレオさんのレオレオオレオさんかの YouTube 見てたんだよね。予習。ブラックエンジェル重い。お、わ、綺麗だこれは。あ、根っこも出てる。本当は根っこ出るまでちょっと置いとこうかなと思ったんだけど、今寒いしね。でも根っこ出てるから植えちゃいましょう。わ、かわいい。こんな子、こんな子。私このなんか黒い毛好き。ハザジも取っちゃおうかな。取るよね。ちょっとちっちゃくなってもらうかもしんないけど、まあどっちにちいいよね。ちっちゃくしちゃいます。ブラックエンジェル。次エルサ。これも持ってない、持ってない子すごい多いし、今回なんとかかけるなんとかがあんまりないね。あったっけな。あ、あるわ。あった。まだね、ちょっとなんか、お勉強途中だから、まあちょっとと勉強だよね。うん。勉強途中で、なるべくだったらなんとかかけるなんとかじゃない子を、自分では買おうと思って。んだけど、こういう何お任せセットはもうしょうがないよね。その分知らないことの出会いがあるからいいです。あれ取れない。自分じゃ買わないことを出会えるのはこのお任せの楽しみ方だと私は思います。うわ、頑丈頑丈頑丈。うわ、絶対可愛くなるわこれ。あ、これもね、ご飯婚してる。この季節で発根してるのは安心だね。今日をやっぱ植えてお水はやるけど、夜はお家に入れるようにします。しばらくはお家かな、の窓辺に置いとこ。サラ姫×ブラッククイーンハイブリッド。ブラッククイーンいたっけな、お家にいるよね。あれ、多分いたような気がする。そうかもしれない。ブラッククイーンいるよね。サラヒメ、ボタンはいるけど、サラヒメはいないね。今日は風が強い。
昨日は土砂降りで今日は晴天。もう天気も変わりやすい。でも雪の予報が出てたんだけど、それがなくなってマイナス7度の予報もなくなって、もうほんとほっとしてます。もう天気に一喜一憂よ。この部屋は夜は多肉置き場になってます。ベランダにはエケベリアとかが多くて、庭にはクラスラーもとかアエオとかがいるから、そういうのは中に入れてます。こんな子サラ姫かけるブラック、ブラックじゃないね全然。そのうちブラックになるのかな。ブラッククイーンハイブリッド。ブラッククイーンのハイブリッドとサラ姫だから、ブラッククイーンはおじいちゃんかおばあちゃんってことかな。だからブラックであんまりないのかもしれない。サラ姫。うん。よくわかんないけど、そんな子。次。ジャスミン。これも持ってない子です。嬉しい。なんかこんなお任せなのに持ってない子ばっかりだった。ってことは当たりってことですね。しかも大きい。これもなんかちょっとがっちりしてるな。ジャスミン。花芽が上がってきてるけど、これを花芽はすぐ取っちゃいます。かわいい。私の好きな感じ、この葉っぱがツンツンしてるの結構好きなんだよね。こんな子。夜はこの子たちを全部しばらくは入れよう。昼間もちょっとあんまり寒い時は出さないようにしようかな。徒長してもいいから健康になってほしい。次。レインドロップハイブリッド。レインドロップは普通にいるけど、ハイブリッドってどうなんだろう。レインドロップのハイブリッドでコブがなかったらただの何って感じだけどね。レインドロップハイブリッドでコブがないってちょっとシャレになりません。コブがあってなおかつもうちょっと違う要素がついてきてるといい感じって感じ。どっかなコブあるから。でもレインドロップも若い時はコブがあんまり出てなかったりするからね。お、コブがあった。しかもこれちょっと可愛くなりそうな気がする。そんな気がプンプンする。レインドロップは葉差しができるから、コメントしてできるかもね。こんなこうふわっと開きそうだね。おー、見えるかな。コブ、コブもちょっとこれなんか潰れてるけど、コブがあって中の成長点とかにもコブがある。これは可愛くなるハイブリッド。うん、いいね。次、これで1セットかな。ブラックホール。この冬からどれぐらいこう春に成長してるかだね。冬は休眠期だけど、でもほんま休眠って言っても休眠じゃないしね。お、来た、ごめん、ちょっと蒸しちゃった。ブラックホール、うん、この子はねちょっとかっこよくなる感じだよね。次、ディンゼアナ×ラウリ。なんかかけるの子はちょっと楽しいよね。どっちが強く出るのかなとか、そういうのを考えると面白いよね。キッチンペーパーかけるトイレットペーパーは多肉。お、ちょっとリンゼアナっぽい。ラウイ、粉が吹いてきてラウイっぽくなるのかな。そんな感じかな。わかんないや。やっぱりね、この状態じゃ全部わかんないんだよね。なんか色もね、みんな暗いしね。一年後、お楽しみに。一年後、これがどうなってるか。それではまず冬の乗り越え方、ラブウェーブ。名前、名前上手だよね。ラブウェーブってことは、うねうね葉っぱ？想像です。ラブウェーブ。うん、なんかそんな薄葉でひらひら、そんな子だったらいいな。うん、違う、そんな子に違いない。違うか、わかんないや。希望だね。ひらひら系、薄葉系ってちょっと冬は育てにくいんだけど、でも好き。薄葉でひらひらしてるの。ガチムチのひらひらも可愛いけど。おお、こんな子
こんな子ちょっと可愛くないっすか。これ絶対可愛くなる感じ。うん、お子がついてるけど埋めちゃう。次もうあと2個アメリカマリア、あのマリアと違うんかな。ラズベリーアイスは知ってる知ってる。うちにいたっけな、なんか最近いたっけな。ラズベリーアイスいるよねきっとね。よし調べます。お、これもちょっとずっしりする。あー、こんな子ラズベリーアイスと全然違うよね。気持ちいい気持ちいい。こんなことしちゃいけないけど、なんかこの、うん、触った感じが気持ちいい。わかりますか。あと1個出すと、オルペット。オルペットはいない。今回の子は結構ハザシ取っちゃおうかな春に向けて。おー、こんな子背が高くなる子なのかな。血管あと歯の間がちょっと空いてる感じだね。どうなるんだろう。うん、かわいい。じゃあこれをハザシ取って刺していきます。やってきます。あ、なんかもう一個入ってた。おまけだね、おまけのなんだろう、ハザシかな。おお、なんかわかんないけど、ちっちゃなちっちゃなコカボさんのおまけがついてました。うん、誰かわかんないけど、はい、おまけこんな感じ。ハザシ取っていこう。我が家の冬のハザシの管理法です。取りやすい。これ絶対これ外してきてた。これってピッとやったら取れちゃう。もうね、ちっちゃくなって、プッ、粉をティッシュで拭き取ります。葉っぱの迷子予防にマジックで名前を直接書き入れます。真冬の葉差しの置き場は芽が出るまでは窓辺です。土が乾いたらちょろ水を与えます。植え付けた苗はしっかりお水やりをした後、窓辺で扇風機に当たってもらいます。1日経って表面は乾いてきています。数日後からお天気の良い昼間はベランダで日向ぼっこです。夜間は春まで室内管理をします。葉差しの葉をがっつり取ったので、二回りほど小さくなってますね。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントもいただけたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。